はい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 。はっきり言うけど、忖度なしで言うけど、今のジャイアンツの打線で、この阪神のビーズリー打つの無理。うん、それぐらい良かった。うん。クソみたいな打線やけど、ジャイアンツね。クソみたいな打線やけど、まあさすがに今日のビーズリーはすごいなっていう風に正直思いました。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたタイガース対ジャイアンツの試合解説やっていこうかなというふうに思います。今、冒頭でも僕言いましたけども、ビーズリーすごいよ。うん。すごいよ。なんか、ニュースかなんか見たけど、1軍と2軍合わせてなんか40イニングぐらいなんか無失点みたいな連続でね。そらすごいって。うん、今日見てたけど、特に曲がり玉。カットボール、スライダー、すごいよ。すごい。あのコンビネーションね。で、後半からは、スプリットもね、挟みながらっていうところで、梅野捕手も、すごくいい配球できてたと思うし、ちっちゃい曲がりのカットボールと、で、めちゃくちゃ手前で、バッターの手前で大きく曲がるあのスライダー。あの二つのコンビネーションで、そらあれ、バット振るって。うん、ストレートやと思ったら、こんだけ曲がるカットボール。で、いやーよっしゃ、カットボール狙っていこう思ったら、あの大きなスライダー。そらきついよ。そらあのクソみたいな打線で打てるわけないやん。今の状態でね。うん。それぐらいビーズリー良かったと思います。はい。で、今日のね、僕の、一言目も言わせてください。ビーズリーの曲がり玉すごいと、今言いましたけどね。で、特に右打者は非常に難しいというところ。なあ、まあ、左バッター、右バッターというところで、まあ、左バッターで言ったら入ってくるボール。で、右バッターだったら逃げていくボールっていう形になるんですけども、やはり右バッターであの自分から遠いところに逃げていく、それにあんだけ曲がり幅が大きいスライダーを、まあある程度コントロールしながら投げられると、まあやっぱ無理だろうって、今の状態だとね。まあその、坂本さんとか、カズマとか、まあ右バッターね、強打の人は揃ってるんですけども、やはり状態はね、そこまで良くない。特にカズマに関しては、もう腰いけてるしね、正直言うと、あのスライダーに対して、うん、っていうところ。で、うまいことね、高め使ったりとか、インサイドも使いながら、やはり踏み込ませないっていうところもね、工夫してましたし、っていうところで、まあ、それは打てないだろうなっていう、いいピッチャーだなっていうふうに僕正直思いました。今日はね、本当に、サムネイルね、初めてかもしれないけど、初めて阪神の選手を褒めるようなね、サムネイルにしてみたんですけど、でもそれぐらい本当にいいピッチャーだなっていうふうにも思いました。マジで多分、本当にマジでいいピッチャーですね。はい。で、今日はですね、特典シーン振り返っていって、まあ、僕が気になったところを解説していきたいと思います。はい、まず特典シーンなんですけど、まあ、ジャイアンツ、今季7度目かなっていうところ、完封負け。もう情けないぞというふうにね、思ってる人いるかもしれないけど、まあ、ちょっとね、いろいろ、今日の夜出そうと思ってるんだけど、ちょっとね、打線に対しての改善なんていうところも動画出させてもらおうかなっていうふうに思ってて、まあね、このゼロ、たこ焼きが並ぶのを何回目やって話なんですけど、はい。まあ、ちょっと正直、打線きついなっていう感じはしてますと。はい。で、今日、まあ、3対0という完封負けで全部得点シーンは阪神でした。で、まず2回裏、ワンアウト2塁から、木浪選手のライトへのね、2塁打。これも非常にね、うまいこと、インコースのボール回ったなというふうに思います。で、4回には、先頭の渡辺選手がホームラン。話変わるけど、この渡辺選手の鍋書くの難しいね。うん。はい。難しいなというふうに思いました。どうでもいいんですけどね。はい。で、5回裏ですね、2アウト2塁から森下選手のセンター前というところで、まあ3点というところ。はい。まあ、その今日の赤星投手なんですけど、めちゃくちゃ悪かったかっていうと、そこまで悪くはなかったと思うんですよ。ただ、あの場面場面でね、まあ打たれた場面にはなるんだけど、やはりボール先行、どっちも2ボールいってるんですよ。2ボールから、これはストレートインサイド打たれて、で、これも2ボールいってから、インサイドのシュートかなっていうところを打たれてっていうところで、やはり、コントロールいいんだけど、やはり打たれてるところはどっちも2ボールからスタートして、取りに行ったボールをね、打たれてるっていうのがあるんで、やはり、最低ね、3球あったら、ツーボールワンストライクを作れるようにね、頑張ってもらいたいなとは思っておりますと。はい。じゃあちょっとね、僕が気になったところを、バチクソを正直にね、お話ししていきたいと思っております。はい。まず、一回裏なんですよね。はい。実は、ビーズリー投手めちゃくちゃいいっていう風に言いましたけども、先頭丸さんヒットで出てるんですよ。センター前でね。
で、ノーアウト1塁で、坂本さんが空振り三振ね。これもスライダーで空振り三振。で、ワンアウト1塁で、直樹さんが、セカンドゴロ。で、ツーアウト2塁という場面で岡本選手、迎えるんですけども、結局ね、これも、多分ね、ビーズリー投手、まあ2軍で投げてたりとか、してたんで、データは確実に、バッターの耳には届いてるんですよ。頭には絶対入ってるんですよ。で、おそらく曲がり球がいいっていうのは絶対効いてるはずなんですよ。どう考えてもね。で、割合とか、どのカウントでどれぐらい、例えばスライダーであったりとかカットボールを投げてくるっていう割合もおそらく大体頭には入ってるんですよ。で、その上で、ここね、良かったなと思ったのが、相手バッターはスライダー、特に右バッターなんかは外に逃げるボールなんでマークするんですよ。で、これね、梅野捕手が上手かったのが、スライダーとかカットボールで追い込んでいくんですよ。で、最後、僕もね、見てるときに、あ、多分どっちかやろうなって、スライダーがカットボールで来るやろって思ってたんですけど、それを最後、アウトコース低めのまっすぐで仕留めたんですよね。それが、梅野捕手が非常に良かった配球なんですよね。やっぱり岡本選手はね、スライダーがいいって言うんで、スライダーを意識してるわけですよ、最後まで。なんだけど、最後、アウトローにね、ビタビタのところにストレートを投げ込んで、もう全くね、手が出ないというか、もう待ってないボールなんでね。待ってないボールっていう言い方あれだけど、まあ、スライダーを非常に意識してる中にまっすぐでドーンって来られてるんで、それは手出ないやろっていうところで見逃したし、これは梅野捕手の、素晴らしい配球だったなというふうに思いました。で、次、1回裏。これね、まあ、テンポよく3人で行きたかったっていうところなんですよ。これね、近本選手に、これ内野ゴロ、セカンドゴロ行ったんだけど、直樹さんが珍しくエラーするんですよ。ちょっと跳ねたかなっていう感じ。で、ノーアウト1塁で中野選手が、セカンドゴロね。で、ワンアウト1塁で森下選手ね。バッターの時に、4球目でシールするんですよ。シールするんだけど、それを、岸田選手がね、いい送球でアウトにする。まあ、しかもこれ、チェンジアップという遅い球種で、しっかりね、アウトにできたっていうところは、非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここで3人できたなっていう思ってる時に、森下選手にね、うまいことシュートをね、インサイドのシュートをセンター前に打たれるんですよ。まあ、これは、打った方が上手かったなっていうふうに思いました。で、ここですよね。ツーアウト1塁で、大山選手の時に、まあ、ライト前ヒット打たれるんだけど、これもワンボールツーストライクっていう場面で、要求はね、ストレートのアウトコースだったんですよ。なんだけど、それがね、シュート回転してめっちゃ真ん中入って、ライト前打たれるっていうところで、僕はこの時に、赤星投手、今日、右バッターのアウトコースになかなか投げきれない状態なんじゃないかなっていうところはね、この場面で、思ってたんですよ。で、まあ、ツーアウト1、2塁という場面で、渡辺選手をね、まあ、シュートで、セカンドゴロに打ち取って、なんとかね、ピンチは脱出したんだけど、今日はね、右バッターのアウトコースっていうところが、まあ、正直決まりにくい状態、シュート回転して真ん中に入っていくっていう球が多いのかなっていうふうにね、この時点では思っておりました。で、2回目はですね、これは、タイムリー打たれた、回なんですけども、まあ、ノーアウトから、ノイジー選手がね、先頭ヒット、センター前ヒット出ますと。で、ノーアウト1塁で梅野選手がね、セーフティー気味でバント決めますと。で、ここですよね。ワンアウト2塁で、木浪選手。先ほど言ったように、やはり2ボールにしてしまうんですよね。カーブ、ボール、ストレートでボールっていうところで2ボールになりますと。で、まあ、思い切ってね、インサイドのまっすぐを要求して、ある程度その辺には来たんだけど、それをね、うまいこと、まあ、やっぱツーボールだから、相手は別に空振りしようが、ファール打とうが、あ、別にストライクが1個増えるだけなんで、っていう、そういう気楽な場面でね、気楽な感じで、やっぱ触れるんで、そういったところが、このヒットを生んだんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。まあ、やはり少し、カーブか、ストレート、どっちかで、ワンストライクは取りたかったな、っていうところは正直だと思うんですけど、そこがやはり、ツーボールにしてしまったっていうのが、この、ヒットの原因じゃないかなっていうふうに僕思います。はい。で、3回表なんですけど、これ、チャンスで坂本さんが凡退をした場面なんですが、まあ、伊豆口選手がセンター前ヒットで出るんですよ、先頭ね。で、ノーアウト1塁で赤星選手がバント決めると。うまかったですよね。で、ワンアウト2塁で丸選手が、ファーストゴロで、ランナー進みますと。で、ツーアウト3塁坂本さんというところ。で、まあ、やっぱり、点取られてすぐなんで、点取りたいというところなんだけど、ここも、ストレート、カットボール、スライダーっていうところで、もう、なかなか対応できないわけですよ、あの外のスライダーが。っていうところで引っ掛けて、ショートゴロっていうところで、やはり、この曲がり球が非常に素晴らしいなっていうふうにね、思いますと。右バッターなかなか打てないんじゃないかなっていうふうに、ビーズリー投手ね、思っておりました。はい。で、3回はですね、これね、非常に良かったところなんですよね。はい、ノーアウトから中野選手がレフト前、それを詰まりながらも非常にうまく持ってった。
で、ノーアウト一塁で森下選手。で、阪神からしたら、やっぱり1点だと、何が起こるかわからないっていうところで、まあ、追加点が欲しいと。その上で、まあ、森下選手、まあ、いいバッターなんで、送りバントは、させたくないっていうところで、まあ、1球目からね、エンドランをね、かけてくるんですよ。まあ、非常にね、次の点を取りたいんだなっていうのはね、これわかるんですけども、ここでね、4-6-3のダブルプレーを取れるんですよ。それが非常に大きかった。やっぱり相手からしたら、阪神からしたら、なんとかこう、ランナーを進めたいとか、あわよくば森下がね、ヒットで出てくれて、エンドランかけて1、3塁を作れば、一番良かったっていうところなんですけど、ここで、多分おそらく右打ちのサインが出てたのかな。うん、ちょっと無理にこう、右を打ちに行ったような形で、セカンドゴロゲッツを取れたっていうところは非常に良かったと思います。で、大山選手をセンターフライに打ち取って、結果的にね、先頭ランナー出すんだけど、3人で終われたっていうこの回は、僕は良かったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、4回裏ね、これはホームラン打たれる場面なんですけど、先頭ね、渡辺選手にホームラン打たれると。で、これもね、やっぱりね、スライダー行ってボール。で、カットボール行ってボールっていうふうになって、やっぱバッターはね、思い切って振れるというカウントになってるんですよ。で、先ほど僕言いましたように、ここの1回裏かな、1回裏の場面かな。はい。これ、先ほど大山選手に、ストレートがなかなかアウトコース決まらないよっていうお話だと思います。右バッターのアウトコースに赤星投手がなかなか投げれないよっていうお話だと思います。それも、おそらく岸田選手は、おそらく感じてたと思うんですよね。で、ましてやこの渡辺選手はですね、先ほどシュートというボールで、セカンドゴロに打ち取れてるんで、そういった関係もあって、そうですね、ツーボールから、外のまっすぐ行きたいんだけど、真ん中に入って打たれるのが怖いと。で、先ほど、シュートで打ち取ってるっていう背景があるんで、じゃあシュートで行こうかっていう選択だったと思うんです。で、シュート行ったんですけども、それをうまいこと渡辺選手がパッコーン打って、ホームラン。で、僕久しぶりにあんな飛んだホームラン見たんですけど、これはね、非常にね、まあ、先ほどの、打ち取った伏線もあったりとか、赤星投手が右バッターのアウトコースに投げ切れてないっていうところと、スライダーとカットボール曲がり球で、2ボールにしてしまったっていうのが重なって、シュートしかないやろなっていうところで、それを狙い打ったのか、それはわからないですけども、非常にうまく打たれたホームランでした。やっぱそういうね、打たれる時って、いろいろそういう心理戦というか、そういうのが働いて、打たれたりするんで、そこはね、少し2ボールにしてしまったっていうのがもったいなかったなっていうふうに思いました。はい。でですね、これ5回裏なんですけど、はい、井上投手にピッチャー変わって、で、ワンアウトから近本選手がセカンドへのヒット。で、ワンアウト1塁で中野選手バント成功。で、2アウト2塁という場面で森下選手が、まあ、センター前ヒットを打つんだけど、これも、まあ、井上投手も別に悪いかって言ったら、まあ、めちゃくちゃ悪いわけじゃないんだけど、やはり森下選手って非常に積極的に振ってくるバッターだというのは、もうみんな共通認識であると思うんですけど、やはりそこで初球のカットボールが、カットボールだと思うんです。スライダーじゃなくてカットボールだと思うんですけど、ちょっとやっぱ、インサイドに構えてるやつが、ちょっと真ん中高めぐらいに行って、それをバーン打たれてね、点取られるっていうところで、果たしてその、本当に振ってくるぞっていう、意識が井上投手にあったかどうかっていうところが、少しね、もったいなかったなっていうふうに思いました。うん。だから、ここはね、やっぱ振ってくるんで、やっぱりこう、決め球になるようなボールであったりとか、ストライクからボールになるようなボールでも、もしかしたら良かったのかなっていうところがあるし、井上投手からしたらこのカットボールを、まあ、打たれたっていうところで、まあ、悔いが残る、場面になったんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。はい。で、ここですよね。6回表。ジャイアンツ反撃していきたいというふうなところで、まあ、この回で、6回表までビーズリー投手投げたんですけど、ノーアウトランナーなし、先頭ですね。坂本選手が、まあ、セカンドゴロを打つんですけど、まあ、1、2塁間にうまく打つんですけど、それが中野選手がね、ファインプレーするんですよ。で、これ、ね、リクエストしてアウトになるんですけど、これも非常にうまかったですよね。で、ビーズリー投手、はじめ、曲がり球がすごいと。で、もう、カットボール、スライダーのコンビネーションでいってたと。で、おそらく梅野捕手は、それだけではやっぱきついからっていうところで、後半5回ぐらいからですね、右バッターに対してもスプリットを結構投げてきたんですよ。だから、今までは、外のカットボール、スライダーの出し入れ、外の出し入れだけでいけてたんだけど、それだけだと、やっぱバッター狙ってくるから、そこに、5回ぐらいからかな。フォークボール、スプリットか。スプリットを混ぜながら、それにプラスして、外のカットボール、スライダーっていうのを混ぜてきたんで、それはね、ちょっとね、今日、あの調子と、ジャイアンツのあの打線の感じだと、なかなか打てないと思うんですよね。
で、これで、そういう場面で坂本選手がいい感じで打ったんだけど、それも中野選手のファインプレーに阻まれるというところで、非常にね、ジャイアンツからしたら厳しい攻撃になってたんちゃうかなというふうに思います。でですね、まあ、6回で、ビズリー投手変わりまして、で、7回からは石井投手、で、8回には岩崎投手、で、9回にはゲラ投手が出てきて、正直、点が入る気配がしないんですよね。なかなかこう、まあ曲がり球というところで抑えられたっていうのもあるし、で、後半の出てきた石井投手、まあ岩崎投手、まあケラじゃないわ、ゲラ投手とかは、やはりある程度ね、球も強いしというところで、もう、1イニングだけで投げてくるんで、やっぱりこう全力でガーンってくるんで、そら打てないだろうなって今のジャイアンツでね、そら厳しいなというふうに思いました。で、まあちょっと、まあこれ余談なんですけど、まあ岩崎投手ね、だいたいまっすぐ、チェンジアップとか落ち球と、曲がり球っていうところなんやったんですけど、なんか今日スローカーブっていうちょっと遊び心を持ってたというか、なんか、このスローカーブ投げてたっけみたいなボールもあったりして、なんかちょっとね、モデルチェンジというか、なんかここにも緩急加えてくるのかっていうところで、非常にね、門脇選手の打席なんか、なんかスローカーブとか結構よく投げてましたけども、非常にね、そこは、岩崎投手の新しい、まあ武器じゃないで、ないだけど、だからそういう感じになっていくのかな、というふうに思いました。で、最後これ9回表ですね、これ先頭、坂本選手が、ライト前ヒット、ゲラ投手からね、打って、非常に素晴らしかったと思います。で、なんだけど、やっぱ、あと続かないよね。ノーアウト一塁から吉川選手、レフト前、レフトフライ。で、ワンアウト10位から岡本選手を見逃す三振。で、ツーアウト10位で立岡さんがファーストゴロ。まあ、いい当たりだったんだけど、ファーストゴロというところで、まあ、なかなか打てないなーっていうところ。まあ、難しいのはね、わかるんよ。わかるんだけど、やはり、今日とかもう先頭バッターとか結構出てるんよ。だけど、それを、まあ、送りバントでね、ピッチャーが送ったりとかするんだけど、やっぱり、それ以降のバッターが続かないっていうのがあるし、今日に関してはこのビーズリー投手のこの曲がり玉、まあ、まっすぐもすごくいいですけども、曲がり玉っていうところが、ほんまこれセリーグナンバーワンぐらいのスライダー投げてるんちゃうかっていうふうに僕は思いました。まあ他のね、全部のピッチャーを見てるわけじゃないんで僕もね、わからないけど、まあ、ジャイアンツに投げてきたこの右ピッチャーの曲がり玉っていうところでは、間違いなく僕一番トップクラスかなっていうふうに思ったんで、この選手が2軍で投げてるって考えたら、そら阪神強いわっていうふうに改めて思いました。あんまりね、なんかこう、阪神をこう、褒めてしたくないんだけど、でもそれは、それぐらい、ビーズリー投手が素晴らしいなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日は、昨日ね、あんな感じで勝ったんだけど、今日、ボロンチョにやられるというところで、まあ、完封返しじゃないですけども、やられてしまいましたと。明日少し、まあ、日曜日で、デーゲームっていうところがあるんで、ちょっとね、また、ライブ配信もちょっとやってみようかな、というふうにね、思っておりますんで、ぜひね、時間がある方、一緒に見ていただけると、幸いです。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつも、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。